体育館館内にはこのおなじみのテーマミュージックはアブドラ・クッチャーのテーマミュージック吹けよ風よめよ嵐であります。一段とテーマミュージックが大きく鳴り響いております。まだブッチャー、アブドラ・ブッチャーの勇姿が今見えてまいりました。見えてまいりました。はい、ベールをかぶってませんね。ああ、ベールをかぶられて入場ですね。やる気満々というところでしょうかね。さて、早くも白き剣の魔王ザ・デストロイヤーはリングの中に登場しております。そして今、両選手並びにレフリーに日本テレビから花束が贈られました。両選手の紹介です。現在勝ち点9、第2位アブドラ・ブッチャー、白き剣の魔王、今夜は決着をつけたい勝ち点4ザ・デストロイヤーであります。これは面白いですね。その決着がまず問題だし、決着つけてですね、ピッチャー勝てば馬場選手に並ぶと、はい、まあ、大変なこれ勢いでしょうな。数々の因縁の一戦を何回も経験しておりますこのブッチャーとデストロイヤーでありますけれども、馬場選手またのこの宿命の対決に変えましたね。そうですね、もう両者本当に意識し合ってますからね。早くもものすごい睨み合い、不気味な感じがしておりますリング上であります。ブッチャーが白き剣の魔王を睨みつけております。長さんね、はい、ブッチャーと僕対角線上のところにいるんですけど、はい、ブッチャーの目線はですね、両方の膝ですね、それからトランクスのもう少し下のあたりですね、この辺りを見つけてますね。デストロイヤーの下半身に目を集中しているということで、そうですね、どういった攻撃を見せるでしょうか。アブドラ・ブッチャー、先週の放送ではトップをいきますジョナサンを豪快に破っております。現在勝ち点9、第2位であります。まあ、このブッチャーとのデストロイヤーとの因縁、事の発端はこのチャンピオンカーニバル昭和49年の第2回大会での度重なる流血戦がまずは事の発端だというふうに聞いておるんですけど、そうでしたね。どのようなこの両選手のエキサイトぶりだったわけでしょうか。初戦はね、たぶん船橋だったと思うんですが、はい、その船橋大会で両者が勝負つかずに流血で、それが因縁だと思うんですが、それからもう何回かね、常にその勝負がつかないというような試合運びになるんですよね。ピンホールを奪って、勝ったという試合が、まあ、両方1回しかあるということなんですけれども、その他は度重なる決戦、ほとんど場外での乱闘、ノーコンテストといった判定が下されております。思い起こせば US ヘビー級のベルトをかけての対戦もそうでした。裏前でのブッチャーの火炎殺法、デストロイヤーの白き剣が焼かれました。万博お祭り広場での流血戦、そして宮崎大会でのブッチャーはビール瓶を割って、そのビール瓶をデストロイヤーの額に攻撃を加えまして、デストロイヤーは13針も額を縫ったというような情報も入っておりまして、本当に血を見なければ収まらない両者の対決であります。まあ、デストロイヤーとしては田澤さん、静かな立ち上がりですね。そうなんですね。これがまた異様なムードを出しております。今日もこのブッチャーの右の腕、爪の先でありますけれども、白い絆創膏が巻かれております。この白い絆創膏バンデージをですね、凶器としてこの喉突き攻撃に行ったりするわけですね。あの絆創膏でね、はい、固める、あのボクシングなんかの場合ね、バンデージは固めるでしょ、はい、あれは非常に力が集中して効くんですよね。まあ狂気ですね、完全な。ですから今日もデストロイヤーもやってますからね。あ、デストロイヤー、あ、やってますね。あれやるとね、パンチ打つ時に力が入るんですよ。デストロイヤーの場合は手の甲ですね、ブッチャーの場合は手の甲並びに爪の先まで、この包帯バンテージが巻かれております。コンクリートバンテージってやつかな。コンクリートバンテージ、さあデストロイヤー
胸板、ブッチャーの胸板にキックを浴びせました。足を取りに行きます。160キロ近いブッチャーがリングの中に倒れます。足殺しに行きます。デストロイヤー、まあ、デストロイヤーとしますと勝ち点4というところで、馬場さん、この4はかなり離されて現在8位ぐらいを形成しているんですが、ちょっとこの対イヤウケア戦、対鶴田戦でリングアウトで2連敗を喫しているんですね。そうですね。今日もしブッチャーに負けるというようなことがありますと、これは星取り合戦場でもかなり、まあ、置いていかれるということになりますね。形成的にはそうなりますね。今日は勝たなければいけないということを自分自身に聞かせておりました。さあ早くもこの喉突きに行きました。紅葉技術をあらゆるテクニックをマスターしておりますブッチャー。さあ喉突きからデストロイヤーがリングの外に放り出されました。リングサイドには倉持アナウンサーが行っておりますので、その都度リポートを入れていただきたいと思います。松永さん、本部席にね、はい、デストロイヤーの死体がぶつかりました。あ、本部席ですね。もう思い切った力を加えてますね。デストロイヤーの白覆面、機体が本部席、モータリングアナウンサーの前の机に座りました。カウント2でリングに上がったのはブッチャーの方です。ブッチャーはなかなかこの辺考えております。今日勝ち点2を上げますと、馬場選手と並びまして勝ち点11で首位に立つわけであります。序盤戦スタートではブラックテラーに両者リングアウトというところで勝ち点を上げることができませんでした。まあ、ブッチャーといたしますと不穏なスタートを切ったわけですが、その後順調に勝ち点を続けております。モレル、タタ、ジョナサン、こちらに勝ち、おっとカウントは中です。馬場選手とは時間で引き分け、現在6戦4勝1時間切れ引き分けというところで勝ち点9、アブダラ・ブッチャー。ブッチャーがね、はい、あんまり30分時間がありましたから、僕と、はい、僕はね、15分過ぎたらね、なんとかなると思ってたんですよ。まあ、馬場選手とブッチャーとの流血戦を目の当たりで見たんですが、すごい流血戦、馬場選手もこのブッチャーのギザギザの額に噛みつき攻撃を見せましたですね。もうあのやっぱりね、はい、そのあの日までね、本当にブッチャーが、はい、まあ、20分いったらスタミナなくなるだろうということを、あの日まで僕は信じてましたよ。そしたらもう、なんとか30分になっても、終わってもまだ。頑張ってましたね。時間が引き分けというところで、馬場選手並びにブッチャー両方1点ずつということなんですね、はい、その1点ずつの結果が果たしてこの星取り合戦場どういった展開を作ってくるでしょうか。リング上はジョナザ・デストロイヤーとアブデラ・ブッチャーであります。マスクを剥ぎ取ろうというところでしょうか。さあ、いや、剥ぎ 取れば反則負けになりますからね。さあ、エルボーは自爆いたしました。アブドラ・ブッチャーであります。2スタンプ、膝を落としました。まだまだ余裕を持ちます、ブッチャー。さあ、ネックスヒットを見せました。ザ・デストロイヤーであります。サーキットに入りまして、九州は日本の中でも本当に好きなところだ。気候がいいし山や海が綺麗なんだというところで、デストロイヤーは何としてでもこの九州シリーズで、一つのこの優勝戦線のきっかけを作りたかったということを言っておりましたが、現在勝ち点4というところで随分トップとの差が7というところで差を開けられました。さあ、またもやリングの外に両者が出ていきます。今度は半分席にブッチャーの額を持っていきます。ギラに合いエルボーを見せます。デストロイヤー、まだ両選手出血は見られません。場外戦ブッチャーが下です。ブッチャーが下ですか、はい、上に乗っているのはデストロイヤーの方ですね。デストロイヤーが下っているわけですね、はい、今度はさっきの返しですよ。まだブッチャーの死体は割れていません。まだ流血はありません。必要にですね、場外に誘い出すのはブッチャーの方です。ブッチャーがこの場外に誘い出すというところはどうなんですか、馬場選手。まあ、でもブッチャー計算してますからね。もう本当に細かく計算してますよ。さあ、あまり長く場外の展開が続きますと、
選手ともリングアウトというところになりまして勝ち点が上げられません。デストロイヤー一攻撃です。一攻撃を見せました。そして今度はエルボーを見せます。デストロイヤーが仕掛けます。放送席の目の前に大きな体がやってまいりました。なんとかデストロイヤーは中に入りたい。ブッチャーが中に入れません。今度は反対側、この熊本市体育館反対側の方にデストロイヤーを追いかけます。アブドルはブッチャー。ブッチャーの頭突きが一発当たりました。ブッチャーの額はどうですか。アクラムシまだ切れてないです。うっすらと額汗です。さあゆっくりとブッチャーがリングの中に舞い戻ってまいりました。モレルが来ましたよ。モレルが、モレルですか。控室からモレルが出てまいりましたよ。モレルが出てきたという、モレルが援軍に回りましたね。援軍ですか、これは3月8日 の、 あの横浜でのブッチャー馬場戦のようになりましたね。馬場さん、あの時はブッチャーまだ、はい、モレルたちは手を出してませんからね。あの時はモレル、そしてイアウケアが馬場選手に攻撃を加えたわけです。イアウケア選手も控えていますよ。控えている、はい。果たしてモレル、イアウケアがこの両者の対決にどんな攻撃を加えるか全く予断の許しません。エプロンに横になっているのはザ・デストロイヤー。超攻撃に入っています。超攻撃に入っています。アブドラ・ブッチャー、開幕戦の時にはブッチャーがですね、キャッテラーにやられたりジョナサにやられたりしまして、外人選手では1人だけ浮いていたというような感じがあったんですが、モレル、イアウケアを松永さん、そうデストロイヤーが馬乗りですね。イアウケアとモレルが来ました。イアウケア、そしてモレルがやってまいりました。これは3月8日のババブッチャー戦の再現であります。こんな感じがします。イアウケアに仕掛けます。デストロイヤー、デストロイヤーに今度はイアウケアが仕掛けます。いやいや、デストロイヤーが仕掛けてきたですね、今イアウケアに。これはデストロイヤーとしては、なんとしても今夜の戦いはブッチャーとの戦いですからね。イアウケアですね、なかなかリングの中にデストロイヤーを入れようとしなかったですね。結局リングに戻るの邪魔したわけですね。今モーダーリングアナウンサーから正式のコールが出てるんですが、これはどういうことなんですか。デストロイヤーがリングアウトでアブドラ・ブッチャーの勝ち点2というふうに言ってますがね、まだ分かりませんね。そういうような正式なコールはというふうに言っております。グレート・コジカ選手あたりが止まりましたね。アブドラ・ブッチャーがグレート・コジカにマイクロフォンで一撃です。今のね、はい、ブッチャーがですね、はい、デストロイヤーがイアウケアに何かパンチをかまして、それで2つで揉めたというのが、ということは正式判定としてはデストロイヤーが関係ないイアウケアに仕掛けていった、そのことによってリングアウトを取られたということですね。小時間の死体が切れました。小時間の死体ベッド時です。デストロイヤーとしては思わぬ一戦、相手はブッチャーですけれども、なかなかイアウケア漏れる相手に今度はグレート・コジカがリングの中でアブドラ・ブッチャーに捕まっています。ブッチャーはこれでリングアウト勝ちを拾いまして8点2を加えます。8点11ということになりまして、馬場選手と並んで首位に躍り出たわけであります。どうも今のは歯切れの悪い。さあこれで正式発表がただいまモーターリングアナウンサーから行われまして、デストロイヤーリングアウト、デストロイヤーリングアウトということで、アブドラ・ブッチャーが勝つということがコールされております。いやどうもね、マッサージが悪いですね。悪いですね、マッサージ悪いですね。控室の方から松永さん、イアウケアがまた来ました。イアウケアが、デストロイヤーはどうしてますか。デストロイヤーの姿が全く見えませんね。デストロイヤーの姿が見えない。今追いかけてきました、追いかけてきました。デストロイヤーとしてはまたこの一戦痛いですね。いや、デストロイヤーあそこでイアウケアと今度はモータヨシヒロアナウンサーとやり合いますよ。モータヨシヒロアナウンサーと、はい、あと今度はブッチャーが噛みつきですね。噛みついてますね。モータリングアナウンサーに噛みつき、これは一体どういうことでしょうか。モータヨシヒロアナウンサーが体当たり、今度はデストロイヤーとイアウケアがやってる。モータに水を、音が援軍に入りますけれども、ブッチャーはリングアナウンサーはモータに水を、後ろリングアナウンサーの視界を割りました。リングの中ではとりあえずブッチャーも痛みつけられています。レンドの若手がブッチャーの攻撃を受けて空間に倒れています。また松永さん、大変力道山の息子2人兄弟にめった打ちですね。桃田義弘、桃田光雄、両兄弟ですね。両兄弟が
やられております、はい、兄貴が体を割られましたのでね、この度伊藤選手もかなりエキサイトしてますね。あ、ジャンボが来ました、ジャンボが来ましたか、はい、ジャンボが参りました。もう全日本プロレスの全選手がアブドラズブッチャーにのしかかりましたね。このブッチャーがですね、こういった攻撃を見せるということは、馬場さん、これどういうことを意味してるんですかね。鶴田のシャツがもうビリビリに破かれております。鶴田ブッチャーは4月1日大館の大会で、開催します。生中継でお送りいたします。その前の前哨戦ということになるのでしょうか。これは全く予想もしなかった一戦になります。リング上メンメンとブッチャーベスロイヤーの一戦には決着がつきました。ブッチャーのリングアウトが決まった。しかしブッチャーはデストロイヤーの勝ちを収めた後、このジャンボ鶴田に攻撃を加えております。ボレンが入った、ここにヤウケアが入った、ヤウケアが入りました、ヤウケアも入りました。そしてデストロイヤーが今度はブッチャーに捕まっています。全くリングの中は全日本の若手が全てやっつけられております。あと放送席の馬場選手が入っていきます。アンリングでの終わりです。アンリングでの終わりです。何とでもこのブッチャーの暴走は許されません。馬場選手の怒りの攻撃が続きます。馬場選手の怒りの攻撃が続きます。さあブッチャーを今度は馬場選手がリングのアウトに引っ張り出しました。馬場とブッチャーの一騎打ち、この両者の対決は3月8日横浜で時間まで引き分け、両選手とも1点ずつを挙げておりますけれども、さあ今度はフランツ・モラリン攻撃を挙げてます。ジャンボ決めた。そしてこちらの方はブッチャー、イヤウケアが今ドレッシングルームの方に入ろうとしております。暴れるだけ暴れて入っていきます。悪いやつらブッチャー、そしてイヤウケア肩を組んで入ります。何としても許されません。全く関係ないテレビジョンの若手桃田義弘リーダーランカー、そして4月1日の対決を控えておりますジャンボ鶴田に攻撃を加えました。今リングの中で横たわっています。視界を切っているのはグレート小鹿、小鹿は血だらけでね、左からも大変な状態ですね。ブッチャーがね、再び控え室から出てこようというところです。イヤウケアもいます、モレルもいます。大臣側の控え室に入りました。イヤウケア、モレル、桃田アナウンサーの控えがまたもう時間差ですね。場外にマットが引かれてますでしょう、はい、本当にもう血の海という感じですね。大阪の血が流れ落ちてますね。全く良くなかった一戦でありますけれども、今デストロイヤーの放送席にやってまいりました。あ、これは全く戦争じゃないかというようなことも言っておるわけですね。戦争だ、これは戦争だ、はい、まあその戦争だという感じもいたしますけれども、デストロイヤーとしては痛い一戦を落としたわけですね。しかし今日のこのブッチャーの、まあ、凶暴ファイティング、全日本の若手桃田義弘リングアナウンサーの攻撃、はい、関係のないものが多いのかもしれないぐらい、これは完全にブッチャー、そしてイヤウケア、モレル3人がグループを形成したということですね。これは反則ですね、はい、本当に本当に正確に言えばね。そのイヤウケアに攻撃を仕掛けたデストロイヤーはまあ、リングアウトという痛い一敗を喫しまして、勝ち点4のまままたトップグループとの差が開きました。ただいけなかったのは、ね、はい、デストロイヤーが、ね、イヤウケアに対してですね、攻撃を仕掛けなければね、私がこれ反則でブッチャーの方が踏ん張れたんじゃないかと思うんですが、デストロイヤーがイヤウケアに攻撃をしたでしょ、はい、あれがまずかったですね。まだ怒りが収まりません。熊本市体育館リング上はザ・デストロイヤーとジャンボ鶴田、なんとかして憎いブッチャーとのすっきりした決着をつけたいザ・デストロイヤーであります。過去ブッチャーとは幾度の死に塗られた流血戦展開しておりますザ・デストロイヤーであります。